パルヒム型コルベットは、ドイツ民主共和国が開発した対戦コルベット。国家人民軍人民海軍によって運用された。また、ソビエト連邦においては133号計画艦と呼ばれた。冷戦中、ワルシャワ条約機構は、バルト海越しの都会攻撃によって、北、大西洋条約機構の北東側面を脅かすことを計画していた。一方の NATO は、 これを洋上で阻止するため、通常動力型潜水艦勢力の整備を進めていた。特に西ドイツは、205型潜水艦や206型潜水艦など、極めて優秀な U ボートを開発、配備していた。WTO は、これらの潜水艦戦力を駆逐、制圧し、バルト海での作戦を容易なら占めるための、沿岸対戦戦力を必要としており、 これに応じて開発されたのが本型である。本型の船体は通常のステンレス鋼を使用している。指揮官としてはソ連の設計による M5046 気筒ディーゼルエンジン3機を搭載し、それぞれに推進軸を有するようになっている。このうち中央の1機は可変ピッチプロペラを使用した、巡航機、両側の2機は固定ピッチプロペラを使用した。 加速機とされており、合計出力は14,250馬力である。本型の武装は、いずれも、同世代のワルシャワ条約機航海軍艦艇において、標準的なものが搭載されている。対戦火力としては、ルブマイナス6000を2機搭載しており、それぞれの弾子容量は96発であった。また、通常型の爆雷も搭載していた。防空火力としては、 AK-72557mm 連装砲が一気搭載されているが、これは1960年代初頭より、ソ連海軍の標準的な降射砲として運用されてきたものである。艦対空ミサイル装備としては、QK-32 近接防空ミサイルの連装課題を備えるが、これは射撃式が主導であり、また、射程、精度の面でも、ソ連海軍が、 小型対戦艦に搭載していた 4K33、オサーエム股間防空ミサイルシステムには大きく劣る、ものであった。また、昇降警報としては 30mm 連装の AK-230 を搭載しており、これは CIWS としてもある、程度期待しうるものであるが、対艦ミサイルを迎撃しうるほどのものではなかった。したがって、本型は、 対艦ミサイル防御に関しては非常に脆弱であった。一番艦は1981年4月9日に浸水し、1986年までにさらに15隻が建造された。また、量産効果を上げるため、ソビエト連邦海軍も巡動警官を発注した。これはパルヒム2型という名とコードネームを与えられ。 1986年から1990年にかけて12隻が建造された。ただし、ソビエト連邦においては、本型よりも大型で強力なグリシャ、V 型コルベットの配備が進められていたことから、これ以上の発注は行われなかった。1990年にドイツ再統一がなされたことにより、人民海軍は西ドイツ海軍に統合されることとなり、 本型の存在意義は失われた。このことから、東ドイツ海軍で運用されていた16隻は、その運用を終了することとなった。1992年、ドイツ政府は、インドネシア政府との間で、これら16隻を一括して1270万ドルで、売却する契約を締結した。インドネシア海軍は、当初が多く比較的、 浅いインドネシア周辺海域において、有効な対戦作戦を展開し得る、洋上兵力を確保することを求めており、本型の設計はその目的におおむね合致していた。インドネシア海軍においては、空調設備の強化とエンジンの換装また、近接防空ミサイルを、フランス製のミストラルに換装するなどの改修を受けた、上で、カピタンパチムラ級コルベットとして、 最終駅している。なお現在、ロシア海軍においては、パルヒム2型8隻が、バルチック艦隊において、運用を継続している。ありがとうございます。